迷ったんですけど G にしました G は最初に抑えられることができるようになったコードだったので G と C さえ弾ければできるよって最初に先生に言われて小指に力入れるのが難しかったんですけど私の大好きなチャギアスカも一人咲きとかは G と C と a マイナーさえ弾ければ結構弾けるんですよねでも G があると安心する そういうういい行動でもありますこれなら弾けるぞっていう一番最初はそのミュージシャンの友人とフェンダーのところにここに遊びに来た時にその時ちょうど、えー、と朝ドラをやるっていうので大阪に1年ぐらい滞在する、えー、タイミングだったので。 やってみればみたいな感じでその友人に言われてそれで <laughs> これに出会いいまました <laughs> かわいいですよねまず色も,形もあとあのこれのもう一個大きいサイズがあるんですけどこっちのちっちゃいサイズはこの私は身長が1 5 0センチしかないんですけどすごいフィットしてあの練習とかでいろんな他のギターもその家族募集しますっていう時に触らせてもらったんですけどこのギターが一番こう太ももと ボディーラインにフィットするっていうか全体的にこう密着感があるっていうか持ちやすいですし押さえやすいしおすすめポイントです歌の練習とギターの練習と撮影が始まってからも撮影はいつもスタジオで練習させてもらってとにかくリズムに合わせて弾かなきゃいけなかったので押さえられなくてもそこで止まらないでそのリズムに合わせて あの指をを動かすっっってていうのをずっとやってました地道にやってると抑えられなかったコードも抑えられるようになってくるのでその練習をずっとしてましたねとにかく諦めなんで抑えられなくても諦めて次の手に行くっていうのをあんまりね他のことだと諦めるなっていう風になりそうなんですけどとにかく諦めて次のコードにリズムで。 変えててていいくっていうのを練習してましまたでも諦めてると抑えられるようになるっていうすごい不思議な練習方法希望のある練習方法ですよね諦めてたと思ったのに抑えられるようになってるっていうのはすごいお芝居でではあんまりない成果の出方でした私なんかがアドバイスがあるとすれば絶対皆さんが直面する F はあの F こそ諦めてると弾けるようになるっていうなんでなのか分かんないんですけど諦めた時になんかポッて弾けるようになるので F の壁にとらわれずに F があったらもう抜かしてやっていけばなぜか続けてるとなるようになるので F に負けないでって <laughs> アドバイスでした。 練習中は楽しいんですけど撮影中がもう本当に緊張してしまって緊張すると指も右も左も動かなくなって喉もギュッてなるから最終的にはこう共演者の方とかに楽しまなきゃダメだよって言われてだんだんこうリラックスできるようになってきたんですけど緊張しました最初は本当にとにかく。まあ、それかからら楽しむっていうことを学んでからは だいぶ最終回に向けてどんどん自分の顔も声も動きも変わっていくのが分かったので本当に一番大事なのは楽しいことなんだなっていうふうに思いましたみんなで浴衣でお祭りみたいなのをする会があるんですけどあれは生音でそのままやった初めてのシーンだったんですねそれはすっごい嬉しかったです、ね、これ使えるよこのままって言って歌もギターの音 写真があったのでそこはちょっと秘話であり見どころです